トさん、私の肩に手を回してください。なんか目立ってるような。そのまま。なんだ、ルイズのやつもう寝てるのか。大丈夫だよ、優しくするから。馬の声は。な、た、タバサ。私をあげる。え、いや、ちょ、た、タバサ。タ、タバサ。ち、違うんだ、お前と間違えて、これは不幸な事故っていうか、ルイズ。好きな人と結ばれることなど、とうに諦めております。すいません。俺、こういう時、なんて言ったら。嫌なら、やめればいいじゃないですか。したくもない結婚なんて、おかしいです。しかしまあ、公爵の娘ってのは、本当にこんなの履いてるのかね。あら、サイトさん。私も一度でいいからこういう下着つけてみたいな。ちょっと履いてみていいですか。サイト、一体いつまで。許せない。嘘つき。やっぱこっそり行くか。眠ってます。ではちょっと失礼して。よとろね。ヘイミ、相変わらず大胆だな。言い残すことがあれば今のうちに言っておけ。やだー。ガトレアも調べないとな。わっ、ほら、静かに。どなたですの。サイト。誤解だよ、俺はただこっそり入って胸を見ようと。ジー姉様、ごめんなさい。しょうがないわね。一番ダントツでジェシカ。今何の順番をつけてたのかしら。犯罪で犬なら犬らしくワンとおっしゃい。綺麗、見て見て、サイト、顔になんかついてる。そうじゃないよ、幸せだなと思って。もう何言い出すのよ急に。今は戻れなくてもいいと思ってるんだ。他の子じゃダメなんだ、ルイズが俺の幸せなんだ。ごめん。違うの、小さいニャンニャン、大きいニャンニャンにいじめられた。ダイトさんが好きにしてニャン。ドレスも髪型もあの人同じだ。俺、ルイズがさらわれて心臓が止まるかと思った。ルイズと離れたくない、ずっと一緒にいたい。小さくていいから。あんたがどうしてもって言うならそうしてあげてもいいけど。ルイズ、サイト、あ、ちょっとダメよ。サイト、これからはずっと一緒だ。サイト、お、シエスタ。あんた、またサイトの寝込みを襲おうとしたわね。もう布団を穴開けておきました。これは男の本能っていうか。うわ、狭いよね。またあんなにくっついて。よそ見ばかりして、落ち着きのない子ね。あんなところにはもう置いておけないわ。でも、でも、シエスタ、どうかしたの。だから私、もうサイトさんのことは。軟式マイル。あるんだ、あるんだ。あ、ない。サイトさん、サイトさん、眠れないの。うん、誰かのことを考えていたの。違うわ。あなたの今の居場所に。なんであんたがサイトの。サイトさんに呼ばれたんです。ルイズの部屋か、うん、さっきの婿を取るって話だけど。婚約解消を後悔していたんだ。こんなもんだっけ。ごめんなさい。右と左のどっちがいいですか。だってここ一人だと怖いじゃないですか。まあまあまあ、ここは三人で仲良く。タバさん、私の引っ越し。ちょっとタバさん、そこは疲れてるんだろう。いいじゃないか。
ぬるいぞうすけ、せっかくのお屋敷が。私よりあの子のこと。ルイズ、行くぞ。もうやだ、サイトなんて知らないもん。頑張っても誰も私を認めてくれないのよ。俺が認めてやる。俺がお前の全存在を肯定してやる。嘘つかないで、メイドを呼び出してたくせに。バカか、お前は。誰が好きでお前みたいなわがまま娘のご機嫌取ってるんだよ。よくも言ったわね。好きなんだよ。顔見てるとドキドキするんだよ。それって好きってことだろ。なんで俺が命がけで戦ってると思ってんだよ。好きだからだろうが。嘘だったら殺すわよ。本当に好き。本当に好き、うん、で、お二人のようになりたいです。よかったらこの僕と踊ってもらえませんか。私は邪魔ね。ルイズさん、頑張って。テファ、ティファニアさん、お願いします。いや、ルイズ様にお客様がお見えでございます。私に？結婚前の男女が学校を出てお屋敷で暮らすなんて。失敗したお姉様にそんなこと言われたくありません。帰るわよ。サイトは馬の骨なんかじゃありません。立派な貴族。ねえ、湯船が一つしかないけど。最初は女風呂、次は男風呂って具合に。これぞ男のロマンだ。ちょっと、夢だったんだから。好きな子と温泉に行って一緒に入るのが。え、一緒に？おかしくて死んじゃうの。あの、いいんでしょうか。身分に関係なく裸の付き合いをするのが温泉だそうですか。アリエット様がいらしていたなんて。おりゃー、お、これは隠し事しないってこういうことか。ぶっ飛べー。うわー、今日は楽しかったな、ルイズ。遅いからもう中に。ルイズ、サイト、私、一緒に温泉に入るんでしょ。え、どうしたんだよ、急に。後悔したくないの。二人でいられる時間を大事にしたいの。できれば私だけを見てて。約束するよ。